はい、ありがとうございます。期待してます。昨シーズンはいろいろとご指導ご協力いただきまして本当にありがとうございました。見てくれてる人が喜ぶ姿を、我々も力になりますし、はい、じゃあ見てくれる人がどういうふうにしたら喜ぶかって言ってやっぱり一生懸命頑張ったり勝ったりっていう姿をやっぱり喜んでいただけるので、今シーズンはもっと勝ちにこだわって頑張っていきたいと思ってます。そうですね、ジャイアントババが37とこれより大きいです。そうそうそう、ありがとうございます。宮崎初のプロバスケットボールチームとして2年目を迎えますので、去年よりもいい成績を残せるように、頑張りたいと思います。日南市の試合は2連勝してますし、すごい相性がいい体育館でもあるし、相性のいい土地でもあると思いますので、みんなも勝ちのイメージしかないと思うので、いいイメージで臨めると思うので、勝利ができるんじゃないかなと。やはり地元日南ということで、ものすごい温かい応援もいただきますし、逆に程よいプレッシャーもあるので、いい環境の中でいい緊張感の中でプレーできるのがやっぱり日南市だなと、やはり負けたくはないなというふうに思います。